あのちょっと皆さんにちょっと伝えておきますね。なんか僕 2,3 日前に、はい、あの財布買ったんですよ。プラダ、ね、プラダの財布買ったんですよ。ちょうど10万円ぐらい、はい、10万円ぐらい、ちょうど10万円ぐらいなんですよ、はい、でこれで1個もここ今プラダなんでそんな簡単にできるんですか。1個も早く押すとか。いや今の 2個も早かったです。ちょっとじゃあこれスライドで止めてみて。すごっ。これこうやってなるんですよ。いや1点十分じゃないですか。1点十分。ボーナス取ってたってこと。ね、おそらくですよ。多分ここでボーナス引いたと思います。あ、今これで。はい。これですか。多分ここで引いてます。おかしい。38ゲームあればボーナス引ける可能性も全然あるし、ワンピックくれば多分、あ、ワンピックでチャラになるかどうかぐらいですかね。チェルさんマイナスですもんね、もうね。え、僕マイナスですね。もう飲まれます。ありがとうございます。ただのお金配りおじさんじゃないっていうのをね、これで証明したいと思います。おかしい。何もおかしくないでしょ。いや今月調子良かったからね。まあ、もうこの10万円チャレンジが決まった時点でもう先に本当財布買おうと思ってたから。あら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 、残念でしたね。まあでもまだ全然わかんないですから、残り2時間あるんで。しずさん、まあ悔しかったら全然あのチェルさんの方から申し出てもらえればいつでも僕やりますよ、ここは。だ大丈夫です。多分終わる頃にあのしずさん多分次回お願いしますって多分僕にお願いしてるんです。まあ、リベンジさせてくださいって多分、はあ、負けたらみんなにそう言ってます。絶対言わせたいな。今チェリューさんそのスマホ以外のゲームってされるんですか。一番ここ最近で新しくでやったって言ったらあのポケモンです。ポケットモンスターのアルセウスですね。あ、その置き方のゲームでってことですか。スイッチです。あ、スイッチ、はい。え、42歳になってポケモン、はい、面白いですか。面白いです。へー、ポケモン面白いですよ。もう今あれですよ、ポケモン好きを完全に敵に回しましたよ。めちゃくちゃ多いですからやられてる方。ちょっと待ってくださいね。あ、やっぱ42歳になってもポケモンって面白いんですね。面白いです。へー、面白いですよ。僕ポケモン全然わかんないですよ。その見たこともやったこともないんで、はい、世代じゃなかったんで。でも大人気じゃないですか、はい、やったら多分ねハマると思います。僕生まれて初めてモンハンシリーズをやりましたからね、今年。モンハンのどれやったんですか。ライズとサンブレイク、はい、どうでした。面白かった。今までこの食わず嫌いじゃないけど、はい、自分には向いてないと思ってずっとやってこなかったんですけど、でもこんだけやっぱ有名だしパチスロにもなってるし、ゲームしとこうと思ってやってみたらすっごい面白かった。あ、おい、これチャンス、チャンスです。上空チャンスです。上空チャンス、はい。ただ、それがあのスイカ B なんですけど、俗に言うあの斜めスイカですよね、はい、花火とかでいう、はい、それで F ビッグは設定差あるやつです。出てきたら熱くないですか。熱いっす、それ熱いっす。それ引いてるやつっすわ。ハズレある。ハズレあります。あ、多分ね、スイカさん当たってます。やったそれで F ビッグ出てきたら設定差あるやつなんでね。赤7と F ってフラグ違うんですか。違います。 F から狙ってみよう。あ、F だ。石さん、はい、設定あるんじゃないですか、その台。勝利に近づきました。いや、でも大丈夫です。石さん、1個だけ注意点が必要です、はい、ディスクアップは、はい、ハイパービッグになって目押しいらなかったでしょ、はい、ファミスタは いつ何時でも、はい、同じです。大丈夫です。さっき見たでしょ。関係ないですよ、結局ここなんですよ。チェルさん出た。ここなんですよ。でも動画見てる方はそうじゃないんで、はい、やっぱそこを見たいと思ってる。どっちも大丈夫。でもこっちやれればいいんですか。あとあれですよ、できるんで。はい、おお、まさに2コマはね、まあ2コマはね、2コマは失敗したらダメですよ。2コマで思い出しました。僕
チェリオさんに LINE してるつもりで、はい、生駒たけしさんに連絡してたんですよ。チェリオさんと思って生駒さんに LINE 送ったんですよ。明日何時に迎え行きましょうみたいな。そしたら生駒さんからえって来たんですよ。あれ日にち間違ったかなと思って、そしたら何のことですかみたいなで見たら、あ、やば、生駒さんに送った。で生駒さんもダブルブッキングをしたことがある人なんで、あ、だから、あ、やっちゃったってなった。生駒さんもめちゃくちゃ焦ったって、すいませんって言って、しかもほら富江やられてるんで夜遅いじゃないですか、はい、結構早い時間に送っちゃったんで申し訳なかったな、それ返信くださったんで。起きた可能性ありますね。それでそうですね、すいませんでした。その時はこれまだミスしてないですか。まあノーミスですね、こんなんで。これタイミングさえつかめればさすがですね、まあ、慣れっすよこんなの。やっぱ打たないとダメってことっすよこういうのは。そうですそうです。で勝手に来たら多分失敗します。大体タイミング使ったらこういうのできるようになるじゃないですか。今もうすっとなんかやりましたけど、ミスってましたね。そうですね、一回はミスです。ミスるのは全然いいですよ。一回ミスるとこうなっちゃいます。なぜか同じところで押してしまう。それは僕も一緒なんで、わかります。やっぱ慣れっすね。そうですね。あ、もうでも今ね、正直最初はね、はい、あ、ちょっとダメな台進めちゃったかなとか思ったんですけど、見違えるほど良くなったでしょ。もう全然なんか問題ないです。順応性高いんで。まあでも今それいらないんですよ。あの2人で乗り打ちとかやったらすげえありがたいんですけど、チェリオさんにとってはね、今はそんな成功しなくていい。さあ39ゲーム獲得で404枚というところですね、今獲得枚数が。で攻撃フェーズ、これが熱いんですよ。攻撃フェーズうますぎますからね、マジで。まあ、点が取れないってことはここまでないんでね。あー、おお、あ、アウトになるんか、これが。あ、チャンスよ。それ高速点滅、めっちゃ熱いです。どうのっちゃ、のっちゃ。これはそういうことでしょう。それ止まったことないんですけど、僕もう別格レベルじゃないですか。はい、やっぱさすがにこの出目はね、ホームランです。ああ、本当だ。4ゲーム、すごいな。そうで、これ続くんですけど、はい、もうここで告知入ります。レインボー出て、本当だ、すごい。はい、いやー楽しい。ちょっとあれかな、残り2時間切ってるからな。こんなん打ってる場合じゃないかもしれない。勝負に出た方がいいかもしれない。いやー、チェレさんすいませんね。いや、だから10万円企画って最近こうなんですよ。さあ58ゲーム乗せまして、今599枚獲得してます。もうまくってるじゃないですか。あ、で、はい、これはね、引いたらあのホームランのゲーム数だけもらって、はい、攻撃フェーズはね、あの途中からなんですよ。あ、なるほど、はい、なんかワンアウトついてるんですね。そうです、そうです。おかしいんですよこの台。よしよしよし、このボーナスの引き方見て分かる通り集中です、集中。ストック機みたいになってる。本当ですね。いや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 。あ、シーサーさん、シーサーさん言ってたやつです。あー、二角。多分二角です、今ので。二角でした。だからボーナスの引き方がおかしいってマジで。88ゲームですね、ボーナス感で。やっぱあれかな、目押しできない人の方がボーナス引くみたいな。うるせえわ。え、まだビッグっすか。ビッグです。はい、
いやこれ結構破壊力ありますねこの ART。 本当須佐さん、はあ、そんな弾けるもんじゃないですから言っておくと、まあ、たまたまかもしれないですけど、でもこれが事実ですから。はい、36キロ乗ってました。1057枚です現在で。もちろん攻撃フェーズに移ります。あ、今のボケインっていうのはベル角です、ね、あ、ベル角、はい、いいですね。まあヒット確定って言った方がいいのかな。なるほど。でここはピノ抜けた抜けた、ツーベース。さあ二塁三塁で、ここはファールか。オッケー、ワンアウト、ここはセーフ。はい、お、いい音、ヒットです、ヒット。よし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 。さあ2点目、 OK OK、 また満塁、ワンアウト満塁で、うわー、ツーアウト。あー、エラー、ちゃんと取れよ。ラッキー、誰や、OK、ライト守ってるの誰やそれ。さあ4点目が入ります。これは終わらんぞチェリー。素晴らしい攻撃です。抜けた、ツーベース、6点目。ピッチャーもヘボいのーや。で次はねピノなんで、これツーアウト、あ、ファール。いいですね。やばい点数入ってますね。7点目やん。すごいよすごいよ。あ、抜けた抜けた。おい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 、これツアーとか、ここはセーフ。 OK、 いいぞ、9点目。で10点取ったらコールドで終わるんで確かそれ。あ、そうなんすね、はい、これでコールドですか。あー、ほんとだ、100ゲーム目のせい。10点取ったらコールドなんですね。やったね。おい、今の俺らの試合みたいになってる。残り201ゲーム、このまま行くとコールドだよこんな。いや面白い、これっすねファミスタの勝ち方。はい、まあ皆さん、あのファミスタのいい部分を今見といてね。僕のチャンネルでもそんなになってないから。でもこれチェリーさんがいたからこそできてる展開ですからね。それは間違いないです。ありがとうございます。こいつマジで何も起こらんもん今。あ、いいじゃないですか。ああガンダムシード。あ、一発目1300で当てて、ちょっと連算してやめてる。さあさあ、だからもう僕の予定で言っとくと、あと残り時間が1時間15分ぐらいなんで、ここから15分20分で、まあ、サクッとラッシュ取って、うん、まあ、5連すればもうまくれますね余裕で。ラッシュ取ればもう 3000発出した時点でプラスでしょ。はい、いや、それはやばいな。お、当たった。え、音止まってる。いや、当たりましたよ。え、ビッグでした？レギュラーです。オッケーです。ちょっと違うですね。隣に行こう、隣。
あたふたしております。スーさん、この台じゃないですわ。違いました。スーさん、隣っすわ。あ、隣でした。はい、まあまあ十分出す時間残ってますよ。はい、当てれば、当てればラッシュ入れれば治療さんの勝ちっすよ、こんなもん。いやいや、もうラッシュ入れたら勝つんで大丈夫です。もうあの1万発は約束されてるみたいなもんなんで。ただ1万発ではちょっと足りない可能性あるんで。ああ、そうか、使った分があるからね。はい、これやな、多分この台や。この台多分ね、すぐ当たる。当てられたらマジで一気に形勢逆転ですからね。いや、でもあのパチンコ打つ方もね、視聴者の方いると思いますけど、意外とね、朝一100回転以内に当たることあるでしょ、パチンコ。もうミドルラインなんか関係なく、スペック関係なくですよ。さあ、450ゲーム目いきますよ。いったー。さあ、攻撃フェーズ、これがいい。普通図、オッケーオッケー。そしてピノ絶好調。え、ホームランじゃないこれ。 違うの。いや、ホームランよね、やっぱり。リーチ目出てた。リーチ目、やったー。おかしいね、引きが。やったやった、引きが狂ってる。89ゲームですね、ボーナス感。まあ、とりあえずこれでホームランでしょ。当たってますもんね。はいはい、レインボー。レギュラーかー。まあ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 、30もらいました。ああ、終わったか。まあでもホームランもあったし、3点取ったし、30ゲーム乗せ。うん、剣できるけど俺はせんよ、剣なんて。するわけないやん。北斗だけにして剣ってね。須田さん、はい、ダメです今の。あ、ごめんなさい。いやー、ちょっと調子に乗ってましたわ。さあ、とりあえず2万円使いまして、3枚目。3枚目、見とけよ。あら、頑張れ頑張れ。3万円、今5000発、今5000発で、で僕が今700枚プラスなんで、8000発くらいチェリオさんが今すぐ当てたら出さないといけないんだ。ああ、すみません、ありがとうございます。ああ、叫び来た。マジマジマジ。叫んだ。須田さん来てましたわ。ちょっと待って、見に行きたい。ちょっと待って、あざーす。ほら来たよ、24回転、25回転や。レバブルはないですけど、レバブルは入れてないんで。頼むぞ。ああ、一応寄る。いや、マジで全然当たるからね、こんな。あの、演出弱かったとしても。放流、点滅放流ですけど。さあ、関係ない。ちょっと待って、それは。とりあえず、ギジさん、ギジさんね。とりあえず、ギジさん行こうな。ちょっと待ってよ。それはいかんな。当てられたらたまったもんじゃないよ。ファミスタ打ってる場合じゃなくなるもんな、こっちも。どこだどこだ、ギジさんいかんすわ。あー、いたいた。エンカウント当たったかな、これ。エース的に言うとめっちゃ弱いっす。今のところ。さあ、エンカウントアタックのタイトルも普通。ほら、いて、やったれ。レバブルは入れてないんだっけ。レバブル入れてないっすよ。あ、隠れ部位だけ見ときますか。隠れ部位は光ってないです。当たりそうではないけどな。いや、もう一個後ろ行こう。もう一個後ろまで行ったら全然ある、可能性はある。ここも超えて、
いやちょっと微妙じゃないか。ほぼダメです一番怖いのは復活でラッシュとかね。いやここでなんかな、フルーツ柄とかの奇跡がないかな。ねえ、おおろ、ちょっとチャン、ちょっとチャンス、3点に切り替わった。当たれば、当たればラッシュですよね。だもうこのプッシュボタンで、完走ルート行ったらマジで8ああさあシェイクも入った。ちょっと待って、長くないですかこれ当てられた照井さん、お疲れ様です。あれファイナルアタックや、あ違うわ、あファイナルアタックいってるんじゃないかなこれ。シュさんワンチャンありますよ。マジマジマジ、あれさあさあマジラッシュっすわ戻ろう、これはやばいちょっと待って、どこまで伸びるか分からんけど、これはもう僕もパチンコに行かなきゃいけなくなる可能性がある見て、ただまだ僕終わってないんでやめれないんすよ。 AT あるんでやめれないんすよ。ねえ3000あるから、これがねやばいんすよ、やめれないっていう僕が。3000いけ、3000、わやばいやばい、全然こっからよ、フィーバーからプチュン行くから、全然ある。止まれプチュン、なあそこはないそこはなかった。投資いくらですか。投資2万500円です。まだ全然いけるやばいな、満発余裕でいける。まあ一旦5000発超えたら僕ももうパチンコです。テリオさんが、いやあ諦めない心って大事。さあもうね絶対ここは突破してフリーダムラッシュに入れないとスピード上がらないんでね、まあずっと本当はねストライクラッシュやりたいんですけど、いやわざわざ来ていただいたんで伸ばしてほしいんですけど、カスタムおすすめにして。怖いな、いやいいね、ブン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 リーチかかる、やめて。さあアスラも発散、いやもうアスランとか当たってええと思うな。マン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 、さっさっさ、さあ行こうか。あ、シナさんすいません、とりあえずフリーダム、はい、ハイパー行きました。状況が分かんない僕。え、あの高速変動行きました。そうなると、あ、もうあのユニコーンと一緒です。なるほど、1500は、3000が高速で降り注ぎます。え、それ転落タイプですか。いや、ST です。 ST 何回転。120かな。120か、まあでも ST ってことは、うん、120でした。駆け抜けて終わる可能性あるな。シノさん、はい、あの僕ガンダムシード得意なんで基本打ったら満発いくんで大丈夫です。10万円です。やだやばい、何もエースコン。ちょっと落ち着こう、ちょっと落ち着こうよし、まあ、一旦ね何にもなんかほんとね先読み云々とかが来ないときはねちょっと僕は休ませた方がいいような気もしてる。出ましたは、ね、アズラエル熱いからいけ。当たり？ナイスでしょ、これ大事なのほんまに当たった？当たりましたよ。どっち？え、あもう基本あの1500だと思ったらいいっすねこれは。
だからスーサーさん、当たったら1500か3000しかないんですよ、はい、シードとりあえず1500ですね。了解です。はい、さあこっちは残り2ゲーム。やべ、マジでおもれえシードはい、これで終わりになります。1244枚。まあファミスタとしては十分な結果ですけど、ガンダムシードなんで怖いなというところですね。プラス750枚くらいですかね、今終了です。いや、よくないよくないよくない。ここはね、潔くやってやるか先読みなしのレバブルカスタムでいきますわよーし、やったれ、ブルブルっていけよ。あれ、もう残り60何回転。はい、チェリオさん、まずいじゃないですか。すぐです、こんな。もう、足さん、ここ見といてください。ブルブルブルってなったら当たるんで。もうレバブル入れた。はい思い切ってレバブル入れてありました。ねえ、先読みなしにしてるんで。いやー、これちょっと頼む頼む。いやー、マジで頼む。出してほしいけど負けたくはない、マジで。おはーす、ナイスナイスレバブル。津田さん、いけるわ。これで今チャラぐらいになるんですか。今これでちょいマイナぐらい。お、3ゲームマジこれで、6000発です。ってことはこれより先がプラスってことですね。はい、もうプラスです。やば、ちょっと一回流します流します流します。諦めねえぞ。さあ、しかもまだ45分もあるからな、楽しんでいこう。いやー、なんか早い当たりこうへん、マジで。あはは、よし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 。あー、いいよいいよ。ブンブン行こうぜ、ブンブン。あはは、30パーぐらいある、あれで。来い。あはは、おー、こえー。ここでもある。よし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 。うわー、よしよしよし。よしよしよし。やばい。さあ、あと一発っすわ。あー、おもれ、マジで。超おもれ。3000いけ。いや、行かない。吉井さん、この1万発の壁があるんで、シードここ超えるかどうかがめっちゃ大事。高い壁がね、はい、そう簡単には当たらないと思ってます。僕は逃げ中何分の何なんだろうな。逃げ中ね、何分出ちゃったかな。そんな簡単じゃないですよね。よし、来い、行け。うわー、さあ、あ、さあ、おまくりっすわ。さあ、どうにかしないといけないっしょ完全にこれで持ち玉で1万発超える感じですか。はい、持ち玉で1万発超えます、多分。あー、でもどうやろう、ギリ届かないかもしれない。表示上は1万ですけど、ほぼほぼ同じぐらい取れてると思ってください。うわー、リベロ行こっかなまだ早いかな。よう当てたなぁ。いやー、津さん、やっぱ諦めない心って大事ですね。4000円ぐらいセリオさんが今上回ってる状態なんで。あー、いいっすね。ジャグラーのワンピック分ぐらいの差です津さん、大丈夫です、これ当たるんで。それ当たんなかったら僕ノーマルに戻ります。あ、だから僕もやめてノーマルいきますよ。はい、もうダメだもうダメだ、ノーマルじゃ間に合わん。よし、さあ、10万円や。目には目を、目には目を。あ、いいよ。あれ、リゼロだ。あ、先まで入れよ。ちょっとポキュンの音だけはやめてください、マジで。いや、これでね、勝負ひっくり返してきたんで、このシリーズ。いや、今日もリベロに頼らなくてはいけなくなりましたか。
あ、さあ一発当たる可能性あるよ。あ、もう全然こういう演出いったら当たるわ。はい、保留連ほぼ保留連みたいな、もうだよ。二人で仲良くファミスター打とうぜ。109回転から打ち始めます。いやそろそろな、ブスーンって切ってと思うんやけどな。いけ、はい、もう乗ってきた。これ2万発いきますね、この流れ。ほらもうまた当たりますわ。これもう基本こんないって外れないですからね。ね、もう当たってもう高々もう5回転ぐらいですもん。いやちょっといかん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 。いやだからね、ちょっとファミスタでね、やっぱ勝てなかったのは不本意ですけどね。まあやっぱこう勝負というものはやっぱこういうものですよ。マジ分からんからな、最後までお互いミドル打ってる以上。いやでも僕審査さんとバトルした時ね、なんか相性いいんですよね、審査さんと。まあよう勝ってますよ。はい、そうなんですよ、なんか優しいんですよ。最後の最後にね、見せ場くれるんですよ。いや優しいとかじゃないっすよ、それは。ただ、やっぱ来てもらってるんで、チェリオさん頑張れっていう気持ちはずっとありましたよ。思い返せば、ファミスタでも数少ないチャンスメイクを したしな、僕が。チェリオさんの。おっしゃ、おー乗ってるし。いや、ちょっと待って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 。しかも、ちょっと待って。しかもですよ、白芸攻略戦です。嘘、当たれば3点ダッシュ。最悪や。これはちょっとね、ちょっと一旦、いやここだぞ、まだ2500円しか使ってない。一旦このラッシュ中で僕は止めとけるんで。さあいった、これだこれだ、負けんぞ。でも僕はいやマジで当たってほしいよこれ。ポキュンの白芸はね、なんか当たるイメージあんまないんですけど、シッサさん、そんなことないですか。この間これで当たってゲンさん負けた。もうやめて。で僕あそんな分かんないですよね、何が来たらいいとか。なんか法則ありましたよね、それあるんすよ。あベルフェルムが2人、クルシが2人、ベルフェルムいいんじゃないですか。え、シーサーさん、それもう大丈夫なやつじゃないですか。いや、わかんない。2回目っすよね。1回目で、2回目でそこ行くことあんの。大体なんか苦しいってそのまま終わるイメージなんですけど。ラストジャッジ、スバル、うわ討伐隊きつくないですか。そんなで外れることあるんですか。まあ、僕もあんまリゼロよくわかんないんですけど。やめて、マジでやめて。よっしゃ取った3000。もうありえん、ちょっと待って待って、2500円で3000。もうありえんやそれは、かんてマジでそいつだけはちょっと待って、やってねって。なんだやっぱリベロっすわ。ちょっとシードとリベロどっちが出せるか。違いますって、審査さん、これはなんかいろんな部分疑われますよ。いや26回転でした。シナさん、それパターンとかじゃないですか。大丈夫ですか。ないない、そんなのだ。さあじゃあ僕はこっからこの92回まだ当たりを重ねていくんで。これは本当に分かんなくなりましたよ。変なプレッシャーかかってるからめっちゃ嫌なんですけど、これだから抜けちゃうとねマジやばいっすね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは発表します。今回の勝負勝ったのはナイス、ナイス、ありがとうプラダ。いやありがとうプラダ。いやすごかったっすね、終盤の売り上げ、ね、結果いくら使ったんですか、ガンダムシードでは。あらあれですね、最初1台目に4000入れて、はい、ちょっと違うってなって、はい、もう直感で動いて、はい、で動いた先で1500円でした。5500円シードで使って、はい、で出玉の方が、ね、
さあ、3000フィーバー1回の、10回ですね。1万7000発ぐらい出たのかな。すごくないですか。もう残り1時間切ったところからパチンコに移動して1万7000発出してるんですよ。その時点で僕のファミスタのプラス分はもうまくって、でもう残り30分切ったぐらいで、ほんまですよ、どうしようもないってなって、僕は今度パチンコのリゼロ行ったんですよ、はい、そしたら一発目のポキューンが白球攻略戦行って当たって3連発取って、めちゃめちゃいい勝負になったんですけど、3001個取って、3001個取ったらもうほぼほぼちょっと危ない。よっしゃー、これがあと3000取ればあと3000取ればまくり。いやだいやだ、ありがとう。結果届かず、もう残り10分切ったんで、さすがにどうしようもないということでエンディング取らせていただいてます。まあ、お約束通り、あ、撮影1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よかったな、財布代が手に入っていやー、ちょっとこれにね、なんか先に買ってこれに10万円もらったやつ入れれて、ただできたぜ超嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、あざーす。もうこの10万円使わずにちょっと入れときます、僕ずっとこれ。あ、こうやって、そうですか、はい、そっか、もう払ってるから使う必要ないですもんね、はい、もう買ったんですよ、だからこの10万円は大事にちょっと入れときます、しばらく。やっぱ10万ってでけえっす、でかいでしょ、で勝負の終盤でよりそれのしかかってくるじゃないですかもうだからあの時間がめちゃくちゃ面白いですよね。あの白ゲー当たった時はマジ気が気じゃなかったよ、はい、もうちょっとあの動機早くなってきた、さんでもいや最近なんかそういう勝負多いんですよ、うん、終盤の海とか終盤のリベロとかで、これで結構勝負ひっくり返ってるんで、本当ね、あのこの企画最後まで分かりませんね、どっちが勝つか。というわけで今回チルさん見事勝利できたんで、視聴者の方これで、あとこれから10万円企画参加する演者の方々に1個だけ伝えてきます。ボタンあるぞ。ほらないわ。え、使えんわ、そんなの。なんかね、だから相性もあると思うんですけど、はい、いやなんか次もう一回同じことあったらちょっと疑いましょうね、皆さん。そこは勝負強さじゃないの。いや違います、勝負強さそんなのないからね。残り30分ダメですって。これさ、冗談って聞いてる人ほとんどですよ冗談って聞いてる人ほとんどだけど、変なところが取り上げるからね。いやそういうでもあのクリさんはもうほんまやと思ってました。あ、今日もやったか、おー、チェリオさんの時もやったんや、あー、いよいよやなって多分言ってると思います。でも負けてるじゃない。それはだからそこから先はもう自力なんでね、要は当てるかどうかがこっちなんやから。ちょっとこの後事務所行きましょう行きましょう、いろいろ聞いておきます、まあ、というわけで、まあ、今回チェリーさん来ていただきましたけど、はい、まあ、これで僕は納得してませんよ。あ、もう、もう一回来てもらえないです。あ、もう全然来ます、来ます、行きますよもうあと僕のあのチャンネルでもちょっと久しぶりにやりましょう、バトル。あ、ぜひぜひ、乗り打ちとかでもいいですよ。だ、要はあのシーサさんが面白いと思ってる機種を教えてほしいです、はい、逆に。あ、009 筋肉マン、あー、バレブレイその辺になりますよね、スマスロですね、はい、さあ、というわけで今回はチェリオさんの勝利ということで僕の連勝止まってしまいましたが、次回はどなたが来られるのか、また次回もどうぞご視聴よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。あっざっす。